でお疲れ様でございます。それでは48週目をちょっと占っていこうかなと思いますね。48週目っていうのはそれまでの動きを見ながら48週目がどっちの方に動いていくかってことを見ていくわけですけども、こちらの方はね、マンスリー月足になります。月足の動きとしましては、下髭を出しながらぐーっと上の方に上がっていくっていうところかなと思いますね。まあいずれにしてもテクニカル的に見ると上に行く勢いはあるんですけども、まあご存知のようにマンスリーね、月足になるとテクニカルの要素よりもどちらかというとファンダメンタルというものに左右されがちなんですよね。まあですんでこのままテクニカルをまあ鵜呑みにすることはできないんですけども、ただ大きな方針としてはこれからですね、利上げが考えられているんですよ。利上げが考えられていくということを考えていくと、同時に、価格もね、介入がもしかしたらこの先150円151円と進んでくるとまたひらめいてくるなってことを考えると、ここからね、下落に行くってことを多少意識しないといけないのかなと思います。こちらのヒゲ先もう達しましたんでね、これを抜けていくのは非常に困難かというところでございます。ですんで材料、これからいろんな情報が出てくると思いますけども、それに注意しながら月足っていうのはここからね、こういうふうな形で下落に向かっていく可能性大いにあるなと思った方がいいですね。まあここはね、介入によってこの動きがあったわけなんですけども、今回は介入がないんですけども、アメリカの利上げも終わっていく、日本は徐々に規制緩和が解除されていってね、利上げの方向に向かう、それをもしね考えるならば下落の方向に行くと思います。ですので今後の報道、特に年が明けて、来年のね、日銀の植田総裁がどのようにね金融緩和を徐々に解除していくのかってところ注目していきましょう。もしかしたらね、金融緩和をさらに粘り強く続けるかもしれませんけどね。はい、では週足になりますね。週足を一個ずつ見てくると、最終週は下髭を大きく出していって下への動きがちょっと否定されているような形になります。その前の週は大きく下落して、その前の週は大きく上昇していくということ、さらにその前の週っていうのは今度はね、左右対称みたいにね、この4本っていうのは上髭が長いでしょ。この形、左右対称、珍しくこの4本というのがそのようになってます。まるでね、鏡に映したように4本が対照的になってますね。じゃあここから何を見るかっていうと、これはねもう完全に、上下が釣り合ってる状態なんですよ、ね、収束というよりも釣り合ってるんですよね。収束っていうのはボラティリティが徐々に徐々になくなっていく状態ですけども、この釣り合ってる状態っていうのは上からの上に行こうとする圧力も下に行こうとする圧力も同じぐらいってことなんですよ。ですんで出ちゃ引っ込む、引っ込んじゃ出るみたいな感じになってきます。このバランスがどうやって壊れるかっていうと、確かに利上げがあるかどうかっていうところにかかってますね、うん、その他の材料によって一気に片方側に傾いていくってことになります。週足はそのように材料によってはですね、一気に動き出すことを覚悟して見ていきましょう。すごくね、漠然としたことばかりしか今回は言えませんけども、デイリーです。金曜日の難易度が高かったのはどういうことかっていうと、このあたりで徐々に移動平均線をぶち破っていったわけですけども、このね、コマみたいに上と下のヒゲを出してるでしょ。だから実体がほとんどないでしょ。うん、だから動き出したらすぐに戻るっていう状態なんですよ。で、そういうことですからね、実体が少なくってヒゲが長いってことは、動いてもすぐ戻るというふうに捉えたらいいと思います。で、実体が大きくってヒゲが少ないってことは、おおむねこの実体の中で価格が上下してるんで測りやすいよってことなんですよね。だからこちらに比べて動きはまあ緩やか穏やかと言えますよね。だからまあ予想がしやすいってことになります。で、今回、このねデイリーを見て何が言いたいかってことなんですけども、週が明けて月曜日の動き次第で上の方向に戻っていくのか下の方向に舵を切るのかってことが分かるよってことなんですよ、うん、それ以外はちょっとね、なかなかここから読み取ることができないですね。はい、そして今度4時間です。4時間は、まあ週のね展望を占う時に4時間とか1時間を熱く語っても仕方がないんですけども、だんだんこう価格が収束してるところが見えるでしょ。で、これを1時間で見るとさらに分かりやすいんですよ。緩やかに横ばいなんだけども、ボラテリティが収まってるところですね。緩やかにトライアングル書いて、だから1時間がどちらにブレイクするかってことは週が明けて27日月曜日にならなければ分かりませんけども、
そうすることによってね、今回の48週目ってのは分かるってことになります。ですんで月曜日は絶対に休むことなく見てくださいね。できれば早い時間から見た方がいいと思います。私もね、相場解説を早い時間って言っても動かないですもんね、月曜日は。だいたい朝9時ぐらいから見ればいいですかね。6時も動き出すことがありますけども、だいたい9時からどのように上に跳ねるのか下に戻るのかってことを見ておいて、で十分月曜日を分析する時間を取ってですね、でそれによって1週間引いては今年の年末まで12月がどのように方向性を持っていくのか、150円を突破するのか、それとも145円の方向に落ち着いていくのか、こちらの方を見ていきましょう。下落トレンドがもしかしたら再開するようでしたら、この辺りまではまたね行ってしまうかもしれませんのでね、はい。ということでね、48週目の展望ですけども、48週目月曜日を見なければちょっとね何とも言えないところがあります。そのぐらいこの収束しながら穏やかに閉じていった24日金曜日っていうのはね、見応えがあったっていうかね、48週目に課題を残したってことになります。まあその上で申し上げれば、150円に行くことはちょっと可能性としては少ないのかなと思いますね。どちらかというと145円の方向にですよ、向かっていって今年は落ち着くんじゃないかなというふうに思いますね。はい。じゃあ今週のまとめね、あんまりいいことが言えませんけども、先週に続いて、ちょっと週間の取引っていうのはねできないかなっていうところになります。はい。それではまた48週目も頑張っていきましょう。